長野県に定数割れの村があるということで、アベマ敵は新宿からバスで向かった。道中渋滞や雪道を抜け、4時間半かけてようやく到着。長野県下伊那郡高木村、人口はおよそ5700人で、村の高齢化率は 35%。 村を歩いてても人となかなか出会わないですね。村にコンビニはたった2つ、小学校は2校、中学校は1校のみ。こんにちは。あのアベマ TV という番組で高木村の取材してまして、高木村の魅力はどこですか？あの、いちごが一番ありますね。美味しいいちごが取れるとこな。やっぱいちごですか？そうだに。村民は口を揃えるのがいちご。県内屈指のいちごの産地という。さらに、あれ、五平餅。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。これ、五平餅のお店なんですか？そうです。高木村のソウルフードは五平餅。美味しそうね、これ。これ、何味なんですか、お味噌は？くるみです。くるみ？珍しいです。はい、マスクしてりゃ食べれるんだ。くるみやら、ピーナッツやら、コバやら、いろいろ入ってる。めちゃめちゃ美味しいですね。高木村は17年の村議選で初めて無投票となり、去年6月の選挙でも定数12人、立候補者は10人。欠員を補うために再選挙を行ったが、立候補者は1人だった。どうも、後藤でございます。あ、後藤議長で。はい、そうです。お願いします。こちらは議長でもある後藤明人議員、70歳、現在3期目になる。ここが、はい、ここが議長です。ここが議長、はい、そこが議長席になります。あの、うん、なんていうの、会を進めるときのね。はいはい、はい、人が少なかったら寂しいですか、この議長？寂しいですね。12人の時のことを知ってると、1人いないだけでかなりこうなんか人がいないって感じがしちゃいますね。いないなって気がします。高木村では議員のなり手不足を解消しようと、これまで行ってきた取り組みが。職業を持っている人でも、あの、そうでない人でも、それから若い人でも、誰でもが、あの、立候補できるような環境を作ろうということで、仕事の終わった後の夜間の、議会を、から開くようにしようかとか、一般質問なんか土日休みの日にやると。さらに報酬も月14万3000円から15万円へアップさせた。なんとかしなければならないということで、いろいろとしてきた中で定数割れになったということは、じゃあ我々何をしとったんだろうか、何してきたんだろうと、ちょっとショックですね。後藤議長をはじめ現役議員は、議会存続のため何としてでも活動を続けようとしている。何ですか、これ。単なる僕の仕事場です。お弁当とか、それからお寿司だとか、そんなようなものを作ってます。普段すらさばいてるんですか？あ、そうです。やります。後藤議長は料理を配達する仕出し屋と議員の二足のわらじだ。皆さん、じゃあ議員の人はいろんな兼業しながらやってますね。で、いちご屋さん、いちご屋さん、農家、それから、まあ、普通の会社勤めやってる人、酒屋さんもいますね。初めから仕事持ってて、その延長に今度は議員を始めたら、本業はって言われたらもうやっぱりもう議員かなと思いますけど。こちらは3期12年間議員をしていたが、昨年6月に辞職した昼神さん、78歳。なんせあの年ですからね、もう一応のパソコン等の操作もできるにしても、あの、やっぱり若い人と比較すると非常に遅いんで、あの、機械の運営にも迷惑をかけるんじゃないかなっていうことも一つの理由にはなりますね。現在は農業をしているという。もう一回議員どうですかって言われたら、いえ、もうね、あの、一
村民としてご協力はしますけども、ご勘弁願いたい方です。はい。村の存続のためにも議員のなり手を増やしたい。議長は村民を誘い続けているが断られるばかり。議員としての仕事の魅力ですかね、そういうものをうまく自分たちがこの住民の方たちに伝えられなかったってことも原因だと思いますし、議員になってもらえる、出てもらえるそのポイントっていうのかな、何なんだろうなってことをやっぱりもう一回考えなきゃなと思いましたね。議長の中でも答えはまだ見つかってないですか。なぜこの定数割れになった瞬間から本当に、じゃあどうしたんだろう、何なんだろうってことはもうずっと思ってますね。実は今高木村には村の宝になると期待している出来事があった。この山から出てるんですね。この家の…この山から?この山から、何が出るんですか?その辺りとか、これちょうど竹やぶが、竹が入ってるちょっと手前の辺かな、はいはい、そのところから出て、ここをずっと線路を走ります。何が出るんですか?リニアの通る軌道っていうのかな。リニア、はい、リニア新幹線、はい、そうです。現在開業準備が進められているリニア中央新幹線、なんと高木村を通り車でおよそ5分の距離に駅ができる予定だという。これがそのリニアの、新幹線の、橋の足ですね、橋脚って言いますね、土台になるところです。大きい。東京からおよそ50分、名古屋からはおよそ30分で結ばれる。すぐ行ける。どんなこと期待できますか。やっぱり人の流れが一番だと思います。人がどのぐらいこっちに流れて、遊びに来てくれるか、仕事に来てくれるか、移住してきてもらったりとか、村の人口が動けばいいですね。ここが最大のチャンスと捉え動き出した高木村。特に力を入れていることが、高木さんのイチゴを中に練り込んでやるんですが、はい、こういったあのロールケーキですね、はい、やっぱりイチゴ推しだったが、地元のイチゴを使ったロールケーキやジャムを作り村を盛り上げ人を呼び込もうと模索していた。そして後藤議長から千原ジュニアにお悩み相談。高木村といえばイチゴです。イチゴを使ってお客さんをたくさん呼び寄せる方法、アイデアを教えてください。ということでね、なりたい人がいるところと、こうやって議員になりたい人がいない、困ってはるというね。青山さん、いかがでしょうか。はい、いや、こういう地方議会ってもう少なくないと思うんですね。本当にVTR にもあったように、くじ引きがいいんじゃないかっていう声もあるように、もうただただなってくれって言ってもですね、もう住民がこう政治から心離れちゃうと無理やりならせるわけにもいかないので、うん、やっぱり自分ごととしてこの政治を考えてもらう仕組み、これやっぱりくじ引きっていうのは一つのやり方なんですね、うん、で実際にそういう人たちに参加してもらうと、意外とみんな自分の地域のことは考えてくれて、こういう小さい自治体ほど割と成功してる例っていうのがあるので、うん、いや真面目にそういうことも考えてね、職業の政治家だけじゃなくて、うん、そういうこともどんどん取り入れていくっていう姿勢が大事かなと思いますね。なるほどね、うん、さあリニアも通るということですけど、松田さんいかがでしょうか。さっきのこの休日に一般質問やるとか、はい、夜間に議会やるって、これ北ヨーロッパ北欧なんかではもうすでにやってるんで、うん、そうしないと15万じゃ食っていけないですから、うん、それからさっきのイチゴはね、うん、イチゴ狩りやればいいんじゃないかと、うんね、行きたいです。うん、パッとリニアで降りて、うん、だからこれハウスなんだけど、はい、なんか工夫していちご狩りをやれるようにするとお客さん来るような気がする。はあ、なるほどね。名古屋からも東京からも近いんで、近い、うん、結構そういう、SNS 映えとかももちろんベースにあるかもしれないですけど、それ以外にも体験して楽しいっていう部分がきっともっと盛んになっていったら、はい、本当に行く人増えるだろうなって、行ってみたいなって思いました。宮崎さんいかがですか。はい、やっぱりこう地方でなり手がないのかの一つとしては、やっぱりその
まあ、財政力が非常に、まあ、あの脆弱なので、うん、まあ、あの議員の、まあ、報酬が、ね、安いんですよね、うん、だから兼業しなきゃいけないっていうのって、まあ、もちろんね、あの軸足は議員だとおっしゃってましたけど、若干他のところと比べると片手間感が出てくるわけですよ、うん、そうすると本当にあの議会の仕事を 100% やれてるかというと、まあ、半分ぐらいだったりするわけじゃないですか、うん、それだとやっぱりこう行政よく、まあ、政治が良くならないし、うん、なので議員定数を減らしてその分増やすとか、うん、何かやらないとこういうところはもう一生泥沼から抜け出せないんじゃないかなと思いますね。なるほどね。でね、定員割れしているのは高木村だけではないんですね。番組ではここに行けば議員になれるかもマップというのを作りました。こちらです。はい、はい、こういったところでね、うん、いっぱいあるね、はい、なるほどね、起きているということなんです。古谷さんいかがでしょう。はい、やっぱり定員割れっていうのは深刻ですけど、うん、定員は一応保ってるんだけれども、うん、例えば18人に対して19人しか出ないとか、うん、20人しか出ないとかっていうところを入れると多分めちゃくちゃいっぱいありますよね、うんうん、一方で定員が40に対して60出るとかっていう町もあるんで、うん、すごいその市議とか、町議とかって地域によって全然こう競争率というか倍率が全然違ってくると。でまあ、それはやっぱり宮崎さんおっしゃったようにその報酬の問題とかでもありましょうけれども、あとやっぱり増田先生おっしゃったように夜間議会がねもっと当たり前になれば昼間働いて、で議会って一年中ずっと開催してるわけじゃないですから、だから夜間に仕事の帰りに議場によっていろいろ審議できるみたいな、こう結構まあ他の国では割とやってるところをもっとどんどん広がんないかなというようには思いますね。さあ、そして高木村の後藤議長からジュニアさんに相談が来ています。こちらです。いちごを使ってお客さんをたくさん呼び寄せるアイディアを教えてください。うーん、ということなんです。なるほどね、はい、いろんなだからもうそれこそそのいちごがあればそうですし、まあ、発信していくしかないですよね。うん、だから議員報酬15万というのも1号とかけてはんのかなとかね。あ何かにつけていい絶対関係ないと思いますでもこれ まあ、1号この話は別ですけど、あれ合併っていうことはどうなんですか。平成の大合併ってのやって、はい、やってるんですけど、はい、なかなかその先ほどの千葉の例じゃないけど、はい、隣の町と一緒になるの嫌だとかいうのがあって、メリットが大きくないとやらないと思いますね。よっぽどなんかいいことがない限り。結局行政サービスが低下しちゃうっていうケースもありますんで、大きくなったはいいけれども、やっぱそこはこう利害がこう噛み合わないケースっていうのもあるんですよね。まあ、合併するっていうのも一つのやり方ではあると思うんです。住民は賛成してても、はい、結構その議員とかがやっぱり自分たち そのポジションなくなっちゃったりするので、はい、嫌がってる抵抗するって場合が多いんですよね、うん、あとその平成大合併の時の補助金みたいなものって、はい、今はもう出てないんですよね、うん、当時は補助金出すからやっとけって話だったんですけど、まあ、そういったことも含めて、まあ、もう一回見直すタイミングかもしれませんね。なるほど。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。